科学電力プラットフォーム、概要図科学電力プラットフォームは、ロシアが計画していた国際宇宙ステーションの区画の一つであり、この計画は一旦キャンセルされたが、新たに科学電力モジュールとして実現することになった。SPP は、プロトンロケット風ットロケットを使って ISS に運ばれる予定だったが、米ロの取引合意により、スペースシャトルの QA1 フライトで打ち上げられることに、 変更された。完成すれば、太陽電池パネルを8枚装備し、ヨーロッパ宇宙機関が提供した、欧州ロボットアームで保守点検作業をして、ISS の燃料を節約するためのロール方向のスラスタ制御を提供する予定であった。欧州ロボットアームは、ISS 計画の一環として、現在も進行中であり、2015年以降に、 ロシアのプロトンロケットで多目的実験モジュール、ナウカと共に打ち上げられる予定である。SPP はもし実現していれば、ズベズダ区画の上部ドッキング装置に取り付けられる予定であったが、同場所には現在はミニリサーチモジュールにポイスクが設置されている。当初、SPP は、 ロシア区画で必要とされる電力を ISS 全体が発電する電力とは別に独立して作り出すことになっていたが2006年3月の NASA との合意で不足する分はアメリカの区画から供給してもらうことになった構造試験のためにすでに製造されていた余圧モジュールの一部はミニリサーチモジュール1として転用され2010年5月14日に スペースシャトル STS-132 で打ち上げられザー略角の下部ドッキングポートに結合された。ロシア区画の近年の主な製造元である RKK エネルギア社は2015年以降にロシアの新しいノードモジュールを追加することで当初の ISS 計画に近いものを完成させることを提案しし2012年12月に一気の開発を受注した。 MLM の打ち上げが遅れているため打ち上げは2017年以降となる。この科学、電力モジュールは、大型の太陽電池パネルを持つが、トラス構造は廃止された。ISS アセンブリーフライト QA1。2011年11月7日閲覧。RSC エネルギーアフター SP、コリレブホーステッド、トレーニングセッションズ4ロシアンコスメノーツ、オンノード。 モデュールビーングビルトフォーザインターナショナルスペースステーション。2014年4月27日閲覧。ロシアニーズビリアンズモアツーコンプリートイッツ ISS セグメント。space-travel.com。Com. 2009年1月29日閲覧。セルゲイシャンスデギノーブプログラム4デベロップメントオブザロシアン ISS セグメント。 ノーボスチコスモナベティッキー2009年2月15日、閲覧。ロスコスモスイントラステッド RSC エネルギアウィズ・コンダクティング・アクティバティスアンダーアッチャインターナショナル・スペース・ステーション・サイエンティフィック・パワー・モジュール・プロジェクト2014年4月27日、閲覧。ありがとうございます。